美保新山。美保新山は、日本の競争馬、主母場。1985年の札幌賞と、菊花賞に優勝し、中央競馬クラシック二冠を達成。他1987年の天皇賞、春などに勝利している。1985年度優秀賞最優秀四歳、母場。1985から1987年度度、最優秀父内国産馬。 五冠馬、新山の種母生活番人の三区であり、その最高傑作と評される。十六戦すべてにおいて、柴田雅人が起乗した。以下、バレエは2000年以前に使用された、旧表記、数え年で統一する。1982年、北海道浦河町の日清牧場で生まれる。幼駒時代は全体に丸みを帯びた、あまり見栄えのしない馬体で、 評価は高くなかった。しかし、場所の包見幹事は、本場を一目見て、気に入り、調教師の田中と次郎を説得して、管理を取り付け、自身の所有場とした。包見は、本場の父、新山の現役時代からのファンであり、かつて六頭の三区を所有していたが、いずれも活躍はしなかった。しかし、これまでの所有場とは違うと感じていた包見は、新山三区の所有は、 これが最後と思い定め、長年温存していた、美保新山と命名した。3歳、1984年9月、茨城県美保トレーニングセンターの田中智次郎、旧社に入る。入級後に、骨膜炎、疎えを発症して調整が遅れ、さらに症状が収まった後の状況を出てまどり、デビューは、翌年1月にずれ込んだ。初戦は、中山開催の新馬戦で、 安城には、筒見と信仰の深い柴田正人を迎えた。デビュー戦は2着にキューバ審査をつけて勝利した。自走の条件戦では、一点後方待機から最終コーナーで一気に位置を上げ、直線で先行馬を一気に差し切りに連勝を上げた。重症初出走となったスプリングステークスでは、前年に柴田が帰場して、朝日杯イ3歳ステークスを制したスクラムダイナと、勝ち合ったが、 同馬を管理する矢野進むの配慮により、柴田は引き続き、三保新山に起動した。レースでは、最終コーナー入り口で先頭のサザンフィーバーが故障を、発生、人馬共に転倒するアクシデントがあった。しかし三保新山は、この影響をこむることなく、スクラムダイナに庭新弱の差をつけて勝利した。迎える、札月賞で不動の本命と目されたが、当日までに、 右前足に再度骨膜炎の症状が現れ、状態はかんばしくなかった。競争4日前の調教においては、柴田は状態を考慮して、直線コース以外は流す程度の木に止めた。しかしこの日は、霧が深かったため、記者席からは直線しか見えず、翌日の新聞には、豪快な動きと書き立てられた。当日は、圧倒的な一番人気に、支持されるも、パドックでは、 転倒を防ぐために意図的に大きく周回させるなど、陣営は状態の悪さを隠すことに苦心していた。しかしレースでは、第3コーナー手前で先頭に並びかけると、そのままゴールまで押し切り、2着スクラムダイナに小馬審査を、つけ優勝、当心山との不死制覇を達成した。しかし、右足をかばいながら走った結果、競争翌日に、左前足の骨折が判明、続く、 東京優秀、日本ダービーの断念を余儀なくされた。前々年は、東証ボーイの子ミスター CB が、前年には、皇帝シンボリルドルフが三冠を達成していたため、3年連続で三冠馬の誕生がと期待されたが夢に終わった。なお、当年のダービーは美保新山が苦手とする重馬場で行われ、また勝ったシリウスシンボリーが重馬場得意の馬であったため、 出ていても勝てなかったとする見方が根強くある。骨折は極めて軽度のものであり、休養中も軽い調教は続けられた。9月に、美穂に、気球、29日のセントライト記念で復帰した。当日は、短枠指定を受けたが、苦手の不良馬場に手間取って固着に敗れ、初の敗北を起死した。自相は、喫下症に備えて、 関西に移動、トライアル競争の京都新聞杯に出走すると2着に2馬審査をつけて勝利した。迎えたクラシック最終戦の菊花賞では日本ダービー優勝馬シリウスシンボリがヨーロッパ遠征のため不在で圧倒的な一番人気に支持された。当日は昼まで降雨があったが発走時刻までに強風と日差しで馬場の水分が飛び、 馬場状態はやや10まで回復していた。レースでは中断に控えると、周回2周目の最終コーナーからスパートをかけ、直線半ばで先頭に立ってそのまま、ゴール、クラシック2冠と、サツキ賞に続く新山との不死制覇を達成した。前奏の京都新聞杯も含め、父の地元であった京都競馬場での勝利に、美保新山は、関東所属場でありながら、大きな拍手で迎えられた。 競争後の記念撮影には新山を管理した武田文吾も収まっている。年末の有馬記念では、一歳上のシンボリルドルフと対戦。両馬とも短枠指定となった。最終コーナーで一旦は並びかけたが直線で、突き放され、同馬から四馬審査の二着に敗れた。翌年1月、クラシック二冠が評価され、当年の最優秀四歳母馬と最優秀。 父内国三馬に選出された。休養後、翌1986年3月に日経賞で復帰した。当日は、おもばばにもかかわらず圧倒的な一番人気に支持されたが、六着に敗れた。競争後には四歳児の幹部と同じ、左前足の骨折が判明し、休養に入った。秋になって復帰したが、初戦の毎日王冠三着に始まり、天皇賞、秋は、 桜ゆたかおの日本レコード優勝の前に3着、ジャパンカップは日本馬最先着ながら3着、一番人気に押された有馬記念でも3着と秋の GI 戦線ですべて3着に終わった。当年は未勝利であったが他の父内国産馬も総じて不審であったため、翌1月には2年連続の最優秀父内国産馬に選出された。柴田によれば当年の新山は 怪我を恐れて、本気で走ることをしなかったという。翌1987年も、現役を続行、1月25日に、アメリカジョッキークラブカップに出走した。レースは柴田が逃げ先方を取ると、そのまま流れを、スローペースに落としてゴールまで押し切り、約1年2ヶ月振りの勝利を挙げた。自走、天皇賞、春への前哨戦として出走した日経賞には、 菊花賞以来という校長で臨み、前年度代表馬大リりー以下を小橋に突き放して、優勝、天皇賞の本命馬と目された。4月29日の天皇賞では、圧倒的な一番人気に支持された。しかし、日経賞以降未保身山の状態は、急速に下降しており、さつき賞以来の最悪に近い状態にあった。 レースでは先段の中で終始内拉致沿いの最短距離を通り直線で先頭に立った。直後に西野ライデンが美保新山を抜き去る勢いで追い込みを見せたが、同馬はゴール前で外側に大きく遮行最後は美保新山と西野ライデンが内外の拉致沿いで並んで入線した。写真判定の結果、美保新山が花差しのぎ切って優勝、三度目の GI 制覇となった。 一方、西のライデンは、直線の車高で3位入線アサヒエンペラーの進路を妨害したとして、失格処分となり、公式記録では繰り上がり2着となったアサヒエンペラーと、1倍1、4差となっている。競争後の見保新山は、駆け足もできないほどに疲労困憊しており、6月には、ファン投票1位で選出された宝塚記念を回避した。秋の復帰を目指して、 函館競馬場で調整が続けられたが、副調は見られず、そのまま引退した。同年12月13日、大雪により2レースで中止した中山競馬場で引退式が行われ、天皇賞優勝時の絶剣6をつけてラストランを披露した。この引退式は、史上初めて天候が雪の中で行われたものであった。翌年1月には、 同年の年度代表馬となった桜スター王を差し置き、3年連続で最優秀父内国産馬に選出された。種母馬入りしてからは、初年度から優秀品馬に出走したオンワードモニカ、2年目には NHK 杯などに勝利したマイシン新山を送り出すも、全体的には低調だった。父ほど極端ではなかったが、産区は総じて両馬上の芝を最も得意とし、 ダートやオモババは苦手とした。ンザ山は、1995年秋の天皇賞で、有力馬の一頭に数えられ、ザ保ソ山、シンザ山に続く、不死三代天皇賞制覇という異業に挑戦する、機会を得たが、競争前日に、クッケ辱ン,ンが判明して、出走を取り消し、記録はならなかった。2001年には、当時中央競馬に唯一所属していた。 グランド新山が7歳にして愛知杯を制し、同年のグランド新山によるオパールステークスが中央競馬で最後の勝利となった。グランド新山は後に北海道競馬に移籍し、2005年4月1日に登録を抹消された。2002年にタ子場ボバ生活からも引退し、その後は日高町の谷川牧場清畑事業所で余生を過ごした。 2014年に32歳に到達、雪のローズ、1982年生、1986年、中山頻馬ステークス優勝など、が2014年月15日に死亡したため、その後は、重症競争の優勝馬として、最長寿となっていた。最後の現役馬となった名古屋競馬のキャニオンマープルも、2006年10月1日に、登録抹消となり、この日をもって、 全三区が現役を引退した。2014年12月4日、余生を過ごしていた谷川牧場で心臓麻痺により死亡した。父新山については、同馬の甲参照のこと。新山の最高傑作と呼ばれたが、柴田や担当休務員の高橋春夫によれば、体型や気象などは母の父ムーテへの影響を感じさせる馬であったいう。 四大母シンギングシスターの姉コンキーバインは、本場の父新山と同期の二ン品馬金ケヤキの母で、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。